触媒科学研究室の岩本です。研究の内容について簡単に説明させていただきます。我々の研究室では個体触媒に関する研究を行っています。触媒とは化学反応に関与するものの、反応前後で自らは変化せず、ごく少量存在することで反応を早く進行させる物質のことを言います。触媒を用いると、この活性化エネルギーの山を低くすることができ、低温でも反応が進むようになります。低温でも反応が進むということは大変重要なことです。というのは、高性能な触媒を用いると、化学製品を省エネ、低コストで製造することができるからです。また、触媒を用いると、自動車排ガス中の有害成分を効率よく除去することもできます。こうした観点から、触媒はグリーンケミストリーの中心的分野ということができます。このスライドの中では、適当な触媒の存在かと書きましたが、触媒を高性能にするには、触媒の構造を制御することが重要です。したがって、触媒の研究は、科学の観点から材料を設計し、実際に作り、評価するということになります。我々の研究室では、触媒材料として応用することを念頭に置き、原料成分を有機溶媒中で加熱するという新しい無機材料の合成法について研究を行っています。この方法では、従来の方法では得られない様々なナノ材料を直接得ることができます。添加する原料や反応条件を変化させることで、特徴のある新しい材料を種々合成することができ、研究室では、こうして得られた生成物の構造や物性を詳しく調べ、より高性能な触媒材料を開発することを目指しています。最後に研究室の様子を何枚か示して紹介を終わります。